ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パルはバトルに出ないの？パルちゃんはね、マンスリーランキング30位以内に入ったんだけど、あれは予備ですね、僕は。だから、誰々が出なかったら繰り上がりでできてたんですけれど、まあみんなやる気満々ということでね、出れませんでした。はい、なので、まあ、要するにマンスリー低すぎて出れなかったっていうことです。ありがとうございます。一応僕ね、なんか素材写真送ってって言われてさ、送ったんですよ、運営に。多分予備要員としてね。そしたら、写真どう使われるかなと思って楽しみにしてたら、まあ、補欠いなかったんで、はい。まあ、僕は、まあ、決め顔とかね、やったんですけど、ちょっとダメでした。すいません。ここマジで。だから、まあ、あれだね。僕の努力が足りなかったってことです。リスナーさん気にしなくていいからね。僕がマンスリーで弱かったのは、リスナーさんのせいでも何でもない。僕のせいなんでね。僕がね、配信時間が少ないという部分があるんでね。そこだけなんで、本当に。じゃあ行きますか。ふわっち社会的ニュースです。もう言わずともがなですね。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。今日の社会的ニュースの内容は高齢者ニュースです。主に高齢者の方がやらかしたニュースを今日取り扱います。なので、まず一つ目の、高齢者ニュースは、こんな事件があったそうです。ほんと、老害ってさ、怖いよね。僕の中でね、何々さんが頑張ってるとか、何々さんはやってるとか、そういう比べたがるやつはブロック。そっち行ってください。邪魔なんで。比べてるやつはもういらないです。はい。いいですか？NG ぶち込むから、お前。で、この方ですね。なんで、しかもね、おじいさんのニュースですね。今日は。めちゃくちゃ多い。まず一つ目がこれです。放火容疑で逮捕の女、杖をついて歩いてきて、その後大きな炎。女は炎を見つめて集まった人と会話する姿も。ということで、まあ、80を超えたおばちゃんが、大阪の西成、ね、ホルモン屋鉄というとこで、ね、放火したそうです。怖いね。西成行ってたら絶対に見かけるホルモン屋さんなんだよ。このホルモン屋さんの店主が全然見かけたこともないし、面識もないっていうことで、なんか勝手に放火されたということらしいです。はい。で、容疑はマンションを燃やすつもりはなかったということで、一部否認はしてます。はい。ただお店に対して火をつけたってことは認めてるってことでいいのかな。認知症なの？いや、だから、なんで火を放ったのかわからない。まあ、多分80超えてるから、認知症の可能性あるよね。81歳って書いてたから。はい。めちゃくちゃ怖いね、こういうのは。認知症か？いや、認知症なのかな。でも、認知症だったとしても、なんで火をさ、ホルモンに投げ入れるの？よくわかんないんだけど。認知症って、記憶がなくなるだけであって、別に犯罪行為自体はやってはいけないって認識になるでしょ。
ホルモン焼こうとしたんで、ああ、ホルモンっていう名前が見えたから、焼かなきゃいけないって思ったってこと？いや、認知症って怖いね。なんか聞いたことあるんだけどさ、まあ、親がさ、認知症で、それを看病を見てる子供たちがいるって、相当大変らしいね。だから、正直言うと、早く死んでほしいぐらい思ってる人たちもいるらしいよ。これは合ってるのかな？認知症を抱えてる、面倒を見てる方々は。あ、でも、あ、言うなってことだ。モラル的にね。まあ、親は親だからね。大変だろうね、本当に。だから、どっかの施設に預ければいいじゃん。大変だったらね。認知専用の中は病院とかあるでしょ。そういうのはダメなんか。俺、身内には認知症いなかったから、まだわかんないんだけど。あ、簡単に言えないことなんだね。金がかかる？あ、そういうことか。高額、いくらぐらいなの？その認知症施設っていうのは。いくらかかるの？いくら必要なの？ 30 は必要なの？月に。それは高いわ。20万から月に？それは高い。無理だね。まあ、皆さんもね、大変だと思うんだけれど、ね。まあ、自分の実の親なんでね、頑張って看病してあげてください。怖いね。なんでこんなことするんだろうね。これも認知症なの？沖縄都市、モノレール駅のホームで面識のない10代女子学生の胸を揉んだとして、豊見城は、26日、住所不定無職の容疑者69歳を不同意わいせつ容疑で緊急逮捕した。あ、富ぐすくっていうのこれ。あ、富次郎ね。椎茸？容疑は認めているということらしいです。あ、富ぐすくっていうんだ。初めてこんな読み方するよ。城をすくって。知ってた？俺は知らなかったね。はい。一応ね、事件の内容は11月の27日ね。沖縄那覇市のモノレール駅ホームで女子学生の胸を揉んだ疑い。ってことで。またね、どこ行くの？あ、仕事ね、昨日の人ね。よかった。またね、とか言うと、いなくなるみたいな言い方だからやめてね。仕事戻るとか言って、主語ないよ。寂しいこと言わないでよ。ちなみに、女子高校生ですね。10代女子って書かれてるけど、詳しい詳細を調べたら女子高校生って書いてました。JK の胸はもんなんだ。わからんでもないよ。目の前に女子高校生がいて、おっぱいね、あったとしたら、そら男の気持ちとしては、揉みたいなとか、触りてえなとか、付き合いたいねとか、そういう下心は出ると思う。でも、それを大人がやっちゃいけない。ルールはちゃんと守らないと。花火来てた？嘘！どこ花火？めちゃくちゃ嬉しいわ。最近有料飛んでないからさ。うわー、ブラック花火だこれ。綺麗だ。ありがとう。ありがとうございます。あ、ドリーム花火も来た。あ、うーちゃんだ、フォローした子。いや、フォローされてない方からいただきました。ごっつぁんです。わからんでもって気持ちがまずわからん？え？いやいや、目の前に女の子が立っていたい。
それで思うことあるでしょ、可愛い子目の前にいたら。うん、言ってることがわかる。要するに目の前に可愛い子が立っていたら付き合いたいとかちょっと裸を想像したりとかするでしょ、男は。女の子はしないと思うけど、うん、どんなケツしてんのかなとか思うことない？ね、思うよね、思うけれど、でもやらないんだよ。それがルールだから。思うだけはいいんだよ、シンプルにね。うん、俺はね、目の前になんか外国人とか立ったら、その外国人を見て裸を想像するよ。こいつはどんなケツをしているのかと、こいつはどんな声を出すのかと想像するけどね。すごいよ。うん、犯罪予備軍というか、そういう人生を楽しんでるんだよ。妄想とかすごいよ。俺はね、サッカー選手とかのなんか妄想したりとかする。メッシを俺に例えたりとかね。なんかそういう想像するのが好きなんだよ。寝る時とかも想像するもん。俺はスーパーマンとかね。こう、目つぶってスーパーマンでモテモテだっていう想像をしながら寝る。そういう人いない？うん。自分の中で妄想してさ、やること。ないか。じゃあ次の老人ニュースです。次がね、あ、はい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 、こんな事件があったそうです。いや、これは怖いね。脅しです。もうオンパレードや犯罪の温床ですね、脅し。それがこれですね。銀行の方で京都アニメほどのことはできないがっていうね、あの脅迫文を送ったそうです。金融機関に文書を送り業務を妨害した疑いで84歳を逮捕と。ほんと頭いかれてるね。まあ、京都アニメーションの放火のことを多分ね、指して言ってるんだと思うんだけれど、発表によりますと、男は10月20日か21日頃、山口市の金融機関に2025年1月1日、からこう、1月1日から、攻撃に入る。京都アニメほどのことはできないが、それなりのことはするなど書いた文書を送り、金融機関を脅したという内容だったということらしいです。相当恨みがあったんだろうね、このおじいちゃんは。84歳だよ。もうね、死にかけてるんだよ。その死にかけてるおじいちゃんが最大の攻撃をしようとして、正々堂々金融機関に宣戦布告したのに、ね、捕まっちゃったんだよ。残念ながら。だからもう脅迫文だからね。まあ84歳だから、まあ一生牢屋ではないと思うけど、まあそれなりに重たい牢屋でね、過ごすんじゃない？執行猶予ぐらいつきそうだけど。動機って何？いやほら、あるじゃん。金貸しとかさ、それでなんかトラブったんじゃないの？ということです。はい、まあ大体こんな感じかな、老人ニュースは。で、皆さんが嬉しいニュースがあります。なんとですね、オンラインカジノ、大量摘発ニュースです。これびっくりしましたね。リスナーさんが送られてきたんだけど。これかな？オンラインカジノの、
摘発がめっちゃあったということでね。あれ、俺スクショしてない？これもしかして。オンラインカジノ、オンラインカジノ。あれ？俺スクショ、あった、これか。オンラインカジノで賭博家57人を書類送検。約130人を立件見通し。11月26日4時46分。スマホなどからインターネット上に開設されたオンラインカジノにアクセスし、賭博をしたとして、警視庁が利用客57人を26日までに書類送検しました。立件される利用客がおよそ130人になる見通しで、警視庁はオンラインカジノにかける行為は犯罪なので絶対やめてほしいと呼びかけているということですね。まあ、要するに、オンラインカジノという、そのサイトにアクセスした人たちを徹底的に摘発してるって感じですね。で、パルちゃんは大丈夫とかね、まあ、声が上がってると思う。クロムパッツさんありがとう。花火、ウルトラドンチキ。はっきり言うけど、僕は大丈夫です。なぜなら、クレジットカードとかそういったものを持っていないんでね。登録とかしてません。で、この事件の内容に関して、いろいろってね、リスナーさんが送られてきて、捕まるな、お前とか言われたんだけれど、今の状態でオンラインカジノしている奴らが捕まってるってこと。わかる？国がはっきりとこれが犯罪ですということを言い切った後の人たちの話ね、これ。グレーだった部分を完全にアウトだって言ってる話だから、僕らは関係ありません。昔やったやつもやられてるよって、どこにそんなニュースがあるんだよ。そういった事実はありません。勇者トロもグレーの状態から、アウトだって言った後にやってるからね、ちなみに。それは、大丈夫です。もしこれがオンラインカジノを過去のやつをやってるっていうことは、もう不発壊滅です。みんなやってるんでね。みんな赤番ですね。だから残るのは、静香ちゃんぐらいしかなくなるんじゃない？静香ちゃんが不発のトップになるね。もうみんなやってるから。みんな、例えば配信でやってたじゃん、みんな。みんな見てないの、不発で。大手配信者みんなやってたじゃん。見てないんですか？ふたついた状態で飲もうとした。見てないんだ。だからに、あ、その古い人たちはね、見てるかもしんないけど。動揺する手先。まあちょっとね、動揺したというか、蓋がついてることを全然気づかない。ネタです、ネタです。見てた？まあ、とりあえずさ、まあ、警察とか国が決めることだから、捕まるならね、僕はもう、ぎゅっと、ね、ケツの穴ぎゅってしてさ、受け入れます。昔は、不発運営も認めていて、オンラインカジノガンガンみんなやってたからね。すごい。ガンガンね。ツイキャスの人たちもやってたね。ねえ、だみんなやってたからみんな捕まるよ、これ。勝てるの？サプリくんの配信を見てると勝ってってるよね、サプリくんは。実際サプリくんは、それが、なんか、報酬で得た、なんか、ものだっていうふうに言われてるけどね。デモでやって、その、お客さんというか、リスナーさんを引っ張って、負け額を何パーセントかもらうっていうのが、システム上、それができるらしい。オンラインカジノっていうのは。案件多かったよね、そうそう。だから怖いよね。